はい、どうもこんにちは、岩手アングラーです。最近はしっかり更新できてる気がします。解禁も近づいてきました。2022年、年券の申請はお済みでしょうか。はい、私が住んでいるところでは、1月中に、申請をすれば間に合うということだったのでやってきました。はい、そうですね、ルールを守ってどんどん釣りしましょう。はい、今回はですね、9月の本当に後半、20日とかでしたかね、金部隆博さんという方と釣りに行ってきました。以前ブログの方で紹介させていただいたので知ってる方も多いかと思います。お、今ヤマメが釣れているシーンが流れていますね。はい、お互い今沿岸の方に住んでいるということもあって、この日が初めて会う日だったんですけれども、予定を立てて2人で行ってきました。綺麗なお魚に出会ったことはもちろん、この花部さんと出会えたこととても嬉しかったです。いろんなことを教えてもらいました。はい、もうそうですね、前から知っていたような感じの、関わり方ができてとても良かったです。では話長くなっていつもすみません。テクニカルな、釣り、そこから出てくる、岩田さん、楽しみにしててください。ではどうぞ。ありますかね、これ。いやー、うわー、すごい、かかった瞬間、やばっていっちゃいます。大きいのがいるはずですね、もっと。